4 days ago 怪盗事件。ずっと何日前何日前ってやってんだけど、おや警部じゃないですか。おお君か、ちょうどよかった。どうしたんです？出たんだよ怪盗がね。この美術館にあった有名な絵画が盗まれてしまったんで、これはきっとですね。ああニュースで見ましたよ。軽っ。何でも予告状で宣言してきたそうですね。あ、完全にキット。しかし、強行犯係の警部がなぜ盗人を追いかけるんですか？な、です。すっごい、あのね、びっくりするぐらい噛んだし、びっくりするぐらい漢字が読めなかった。盗犯係から助っ人を求められてね。私もな、今、現場に到着したところだ。話を聞いた限り、なかなか厄介な事件のようだ。まあ、前回も厄介な事件だったけど、お前の方が厄介だよ。君の力を借りたい。借りるな。もちろんいいですよ。よくない。怪盗を捕まえるのは探偵の役目ですからね。もうすごい、自称探偵になってきちゃったらめんどくさいやつだわ。正直言うと、それを期待してここへやってきました。来るな。それで、どのような状況なんですか？すごくない？今、俺全部突っ込んでたよ。中に入って話そう。中に勝手に入れるな、一般人を。何やってんだ、こいつら、本当に。アフタヌーンティーでもすんのか？何この奄美みたいな。下。奄美じゃん、完全に。あ、ごめんなさい、下ネタじゃないです。まあ、皆さんがね、いろいろと気になってると思うんで、別に奄美って言っただけだって、別に奄美と思ってないです。来る前に聞いた話だとこんな感じだ。予告状で指定された時間、指定された海外を警官50人。50人は多いな。50人、いや。しかし、時間になっても該当は来ない。なんだ、肩透かしと思って撤収しようとしたところ、絵画が偽物になっていた。そうですね。はい、これは警察内部に犯人がいます。おお、その通りだ。よくわかったな。さすがだ。いや、それくらい誰でもわかるわ。いや、でも、そっか、あれか、一応確認しとかないとわかんないもんね。その点で言えば、主人公は一応ちゃんと事件内容を把握してるってことなのか。予告時刻の10分前。美術館の館長は自ら絵画が本物であることは確認している。つまり、怪盗は50人の警官らに気づかれる。絵画を偽物にすり替えたということだ。警察以外に関係者はいましたか？ああ、いた。3人です。いやー、警察の中にいると思いますがね。いずれも警官と一緒に絵画を監視していた。まずは館長の倉石さん。君も知ってるかな？大富豪。大富豪だ！大富豪やりてよな、なんか。自分、なんだ今の雑談。自分が集めてコレクションを自慢した一心で、巨大な美術館を創立したような男だよ。おー、まあいいんじゃないですかねって思いますかね。なかなか、あれか、自信家っていうか、自分のコレクター精神が旺盛で、自慢したい系の人か。俺ですね。次に秘書のマーキーです。クライスとの付き合いは30年に及ぶより英雄のような関係で、クライスばかり目立っているが、実際のところ彼女の功績によるものも大きいと内外で噂されている。はあ、これはちょっとね、一つ気になることとしてはカップのサイズかなってとこだよな。最後にパンおい、怒られろ。正体不明の謎の男だ。お前じゃねえか、犯人。正体不明の男、ルパン。ああ、どうした？彼について何か気になる？いや、気になるところしかねえよ。いや、特にはじゃねえよ。気になるところしかねえだろ。何が特にはだよ。どうだろう。まだ情報が少ない状況だが、こう、怪盗が何をやったのか、この時点で君にわかるか。モロチン。噛んだわじゃねえや。もう今俺の、わかりました。今ね、モロの部分でちょっと迷いがあったの。で、あ、もう、でもモロまで行ったなら下ろすしかないなっていうことで下ろしたわけ。いやー、でもやっぱ実況者において葛藤は重要。これは簡単な話ですね。説明しましょう。警官を全員眠らせた怪盗の犯人は私です。絵画すり替えてて、絵画ジグソーパズルだった。6なのが多分これぐらいしかないのかな。怪盗の正体は私です。怪盗の正体は私です。ちょっと待て。よいしょさあ戻ってきました。いや、だいぶね、だいぶ間が空きましたね。今2時
持った30分くらいかな、いや10分、ほとんどそんなに間空いてない。やっぱり戻ってきてみてもこれどう見てもアワビにしか見えねえな。めっちゃ BGM のタイミング良かったね今。警部良かったな。は、強盗、怪盗の犯人は私で、さっきと同じ流れだな。確かに今回の強盗は、怪盗は頭の冴えるやつだと思っとったが、聡明な君であるなら納得だ。警部お前さ、何寝てる間にさ、私は、私の言っていることは全て正しい、私の言っていることは全て正しいみたいな感じで洗脳されたんかお前。すごいぞ信頼が。薬飲まされたんかってレベルなんだけど。そうです、私の頭脳があればたとえ50人の警察が、警官がいろうが彼らを欺くことなどたやすい。ああ、そうだな。もうだ、ツッコミがいねえんだって。俺しかいねえんだってツッコミが。あいつらでは君の手玉に取られるだけだ。まあ盗んだトリックをここで披露してもいいですが、正直警察にその内容が理解できるとは思いません。情けない話、そうなんだろうな。何納得してんだ。ということで50人の警官の中で偽物にすり替わったという謎が解明されたということでいいですね。こいつを捕まえろじゃ、逮捕だ。ああもろてんだ。いやしかしそうならもう少し早く言ってほしかったな。もう俺の笑い方が下手すぎるのとこいつがバカすぎるのでもうちょっと両極になってる。ダン解決じゃない。だ、もういいよ、もう俺辞書で引けってもう言えなくなってきちゃったもん。なんで捕まんないの主人公。これで絵画すり替えの謎は解けたな。ええ、そして警部、回答は現場の誰がやったと考えるのか、現場の誰だったかと考えるのが自然です。私にはそれが誰かも分かっています。犯人の名前を告げましょう。この事件の犯人は、え、もう見たってこの流れ。いや君が怪盗なの何回見せんねん。さっき言っていたじゃないか、ツッコミがいねえ。あれは犯人を油断させるための嘘ですよ。お前ももうちょっとレパートリーを用意しろ。言い訳の、なんとそうだったのか。いやもうバカしかいねえ、バカしかいねえ。よし、では教えてくれるか、怪盗の犯人正体は誰だったのだろう、誰だったのだろうか。それは、ウァルパンって生きてえけどもう指が勝手に、黒いシルエットの人物です。え、何、黒い、黒いシルエットの人物です。黒いシルエットの人物ねえ同じやって。スーリー漫画やアニメでは犯人としてよく登場する全身真っ黒の謎の人物ですよ。あれのことがもうあれになっちゃってる。いや、そんな怪しい人物が現実にいたらそれはもう犯人だろうが。私も2話、ねえもう見たって。ねえ、2話かって字が読めるのは最強実況者ですってさっき話したよね。いるということなんでしょうね、そういう人物が。そして日夜犯罪を犯している。そうなのか。私も長年警察をやっているが、たまたま出会わなかっただけなんだろうか。納得させられるな。そうなんじゃないでしょうか。適当。犯人の正体、黒いシルエットの人物だった。いやー、この場合黒いシルエットの人物は怪盗だったというべきなのか。まあとにかく詳しくない警部のために私が主人の推理をもとに似顔を描いておきましょう。てか、なぜさ推理で似顔絵がわかるんだよ。出た、しかも背景がちょっと違うの、ムカつく。こいつの笑顔なんだ。警部、こいつです。こういう人物を探してください。今探してんだろ。感謝する。感謝すんな、お前。なんだ感謝感謝か。あとはこちらに任せたまえ。任せるな。何、人探しは警察の得意分野だよ。こいつはどうやってもこいつがいたら一瞬で見つかんだろ、どう考えたって。解決じゃねえんだよ、どこも解決してねえんだよ。なんだこのゲーム、何やったの俺。なんかこの賢者タイム入ってない俺。翌日 3 days ago。 あっ、この懐かしい電話の音。はい、名探偵ですか。お前名前名探偵なんか。おお、いてくれたか。私だ、
警部だよ。お前も名前警部なんか、名前を名乗れ。ああ警部、昨日ぶりですね。マンション殺人や強盗の件、その後どうです？ん？ああ君の推理通りに捜査を進めているんだが、少々難航している。周りはバカなんだな。周りはバカバカだぞ。とはいえまあ時間の問題だろうよ。まあ時効が来ますね。とまあ後のことは若いのに任せて、私は休暇を取ろうと思っていてね。クズだね君。旅行おい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 、あのクソ推理で旅行に行こうとしてんのかお前ら。まあ人並みには、うわーなんかこの主人公も主人公でちょっとイラッとする言い方なんだ。で人並みにはって、それは何よりだ。実はある資産家から保有している島へ一度遊びに来ないかと誘われていてね。お前の人脈もすげえな。その中で君のことを探したら興味深いからぜひ来てほしいと言われているんだ。急ではあるが明日から2泊3日で一緒に島へ来ないかね。まあ多分主人公ずっと暇だろうから多分来るぞ。お、それは面白そうですね。ほうなんて言わんて、今の人はぜひご一緒させてください。お前働いてねえのかよ。よし、では朝一でそちらへ迎えに行こう。私が車を出す。なんか事故りそうだな。さて明日に向けて準備をするか。ん、独り言多いな。俺かよ。テレビのアナウンサー。明日午後にかけて台風が上陸する見込みです。皆様お気をつけください。嵐が来るのか。嵐フォーフュー。ま大丈夫だろ。何の根拠があんねん。明日が楽しみだな。うわすげえ、もうなんかすごいな。テストとかに出てくる、教科書とかに出てくるさ、太郎くんみたいなこと言ってる。明日が楽しみだなーなんて、しかも一人言で言うな。悲しくならねえかお前。実況者やってんのかお前。これぐらいの頭の何飛び方をしてるやつが実況者やったら面白いかもしんないけどな。 One days ago っていうのかわかんねえ。クローズドサークル。はあ、クローズって俺クローズドモネしか知らねえわ。なんということだ。私というものがいながらここまでの連続殺人を許してしまうと。だがようやく真相にたどり着いた。警部、皆さんをここへ集めてください。なぜこいつがいるとこんなに事件が起こるんだ。分かった、お前が犯人だろどう考えたって。分かったじゃねえよ。なんや兄ちゃん、今さら集まって話やなんて。話やなんてじゃない、話やなんて。小舞台社長、そうです、3人も殺した殺人鬼がこの中にいるんですよ。一人部屋にこもりましょうって、そこの人ってばかりじゃないですか。一番最初に死ぬパターンだぞこいつ。たけしパターンじゃん。俺の読み方悪やりすぎだろ。この中にいると決まったわけやないやろ。外部犯の可能性もある。あ、この関西弁の男もしかしてハトレ。夫を殺された。あら、台風で外にいることなんてできませんよ。この敷地内も、屋敷内も隅々まで確認したけど誰もいなかった。いや、いる、多分屋敷広い場合多分どこでもいるって。はい、書き上げなさい。私の夫を殺した犯人は誰なんです。皆さん落ち着いてください。ここにいらっしゃる名探偵が全て解決してくれる、全て解決してくれるはずです。そうだね、そうだねじゃねえよ。ええ、そうです。お前もそうですって言うな。この私には全て分かりました。では今回起きた3件の連続殺人事件、1つずつ話をしていこうか。